エカテリーナ・マクシーモア、1972年、エカテリーナ・マクシーモアは,は、ロシアのバレエダンサー。モスクワ生まれ。父親は義士、母親はジャーナリストだった。モスクワバレエ学校にてアイラファイロは、エリザベータ・ゲルトから指導を受ける。バレエ学校を卒業後、1958年から1988年まで、ボリショイバレエに在籍して活躍。なに加えて、 高度な舞踊技巧と演技力を兼ね備え、ボリショイのベビーバレリーナと呼ばれて人気を集めた。夫である名ダンサー、ウラジーミル・ワシーリエフとは、モスクワバレー学校時代からパートナーを組んで好評を得た。ボリショイのプリマの地位を退りいた後も、ワシーリエフが演出、振付を手掛けた、アニュータ、1986年のタイトルロールを踊って絶賛を得ている。 1998年から、ボリショイのバレエミストレスを務め、エスルンキナ、A ニクーリナラを育てた。2009年4月28日、モスクワにて救世。ありがとうございます。